では簡単体操の解説を行います。運動の前後には柔軟性の向上やウォーミングアップのためストレッチを行います。背伸びです。手を組んで腕をゆっくり上に伸ばします。はい、それではゆっくりと気をつけの姿勢に戻しましょう。手を上に伸ばして体を右側にゆっくり倒します。無理のなく気持ちの良いところで止めましょう。ゆっくりと下ろして反対側です。はい、結構です。気をつけの姿勢に戻します。胸開きです。手を後ろで組みます。肘を伸ばして肩を引いて胸を張りましょう。はい、ゆっくり腕を下ろします。背中伸ばしです。体の前で手を組んで前に手を出し背中を丸めて伸ばします。はい、ゆっくり腕を下ろします。肩の上げ下げです。肩をゆっくり上に上げてゆっくり下ろします。1、2、3 1、2、3。はい、肩を動かしていきます。肘で大きな円を描くように回していきます。1、2、3。反対です。1、2、3。右足を前に出します。かかとを床につき、ももの上に手を添えて、つま先を天井に向け、息を吐きながらゆっくり倒します。体を戻して反対です。はい、ゆっくりと体を戻しましょう。右足を一歩前に出し、ももの上に手を添えて、お尻を後ろに引いてくの字になり、ゆっくりお辞儀をします。体を戻して反対です。ゆっくりと体を戻しましょう。両足を開き、手を膝の内側に置き、手で足を押し開くようにして息を吐きながら上体を前に軽く倒します。はい、ゆっくり体を戻しましょう。両足を開き、手を膝の内側に当て背筋を伸ばし、息を吐きながら腰を軽く下ろします。ゆっくりと元の姿勢に戻しましょう。ふくらはぎのストレッチです。右足を一歩前に出し、ももの上に手を添え、体重をゆっくり前にかけます。ふらつく場合は椅子などを支えにして行ってください。
体を戻して、反対です。はい、ゆっくりと体を戻しましょう。ももの表のストレッチです。椅子に横向きに座り、左手で椅子を持ちます。足首を右手でつかみ、息を吐きながらゆっくり足を後ろに引き上げます。足首を持つのが難しい場合は、ズボンの裾を掴んでも大丈夫です。お尻にかかとをつけるようにします。体を戻して反対です。右手で椅子を持ち、足首を左手で掴みます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ゆっくり元の体勢に戻りましょう。右足首を右手でつかみ、息を吐きながらゆっくり足を後ろに引き上げます。膝は下に向け、お尻にかかとをつけるようにします。はい、ゆっくり体を戻しましょう。続けて反対も行います。息を吐きながらゆっくり足を後ろに引き上げます。足首を持つのが難しい場合は、ズボンの裾を掴んでも構いません。はい、ゆっくり元の姿勢に戻します。これでストレッチを終わります。次は日常生活で必要な筋力を維持・向上する運動です。かかとは床につけ、つま先をゆっくり上げ下げします。5回行いましょう。上げて、下ろして、上げて、下ろして、3、4、5、お。はい、かかとは床につけ、つま先をゆっくり上げ下げします。5回行いましょう。上げて、下ろして、上げて、下ろして、3、4、5、お。はい、つま先は床につけ、かかとをゆっくり上げ下げします。5回行いましょう。上げて、下ろして、上げて、下ろして、3、4、5、お。はい、つま先は床につけ、かかとをゆっくり上げ下げします。5回行いましょう。上げて、下ろして、上げて、下ろして、3、4、5、お。はい、足を持ち上げる筋肉を鍛える運動です。足の付け根の筋肉を意識して行いましょう。息を吐きながら右膝をゆっくり上に上げて5秒間保ちます。1、2、3、4、5。ゆっくり元の体勢に戻りましょう。次は反対の足です。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり元の体勢に戻りましょう。息を吐きながらゆっくり膝を上げて5秒間保ちます。1、2、3、4、5。ゆっくり元の姿勢に戻ってください。次は反対の足を行います。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり元の姿勢に戻りましょう。息を吐きながら右のつま先を上に向け、ゆっくり上に、膝が曲がらないように伸ばし5秒間保ちます。ゆっくり元の姿勢に戻してください。次は反対です。
はい、ゆっくり元に戻しましょう。太ももの間にボールなどを挟んで太ももを寄せ、そのまま5秒間保ちます。はい、ゆっくり力を抜いてください。つま先を正面に、両足を揃えて立ちます。右足を軽く上げ、5秒間保ちます。1、2、3、4、5、ゆっくり下ろしてください。次は反対の足を上げていきます。1、2、3、4、5、ゆっくり足を戻しましょう。右足の膝から下をブラブラと動かします。1、2、3、4、5。次は反対です。1、2、3、4、5。はい、腕を振って行いましょう。1、2、3、4、5。はい、足踏みです。腕を振って行いましょう。1、2、3、4、5。つま先をぐっと反らせて、ももとすねに力を入れ、5秒間キープします。膝裏やふくらはぎを伸ばしていきます。はい、ゆっくりと力を抜いてください。仰向けになり、右足の膝を伸ばしたまま上に5秒持ち上げます。はい、それでは足を入れ替えます。はい、ゆっくりと足を下ろしましょう。肩甲骨を背中の中心に寄せ、力を入れて3秒間保ちます。1、2、3、力を抜いてください。手を肩に乗せ、肘で大きな円を描くように回し、肩甲骨を動かします。1、2、3。反対に回します。1、2、3。ゆっくりと両手を下ろしましょう。片足立ちを行います。左足を軸にして右足を持ち上げましょう。ふらつく場合はしっかりとお腹に力を入れます。あと5秒です。はい、ゆっくり足を戻しましょう。続けて反対側も行います。日常生活の中にこまめに取り入れて行っていきましょう。あと5秒です。はい、ゆっくり足を下ろしましょう。足を大きく開き、つま先は外に向けます。両膝を曲げて腰をゆっくり落とします。膝はつま先より前に出ないように気をつけて行いましょう。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。はい、足を大きく開き、両膝を曲げて腰を落とします。膝はつま先より前に出ないように気をつけましょう。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。はい、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。
これで簡単体操の解説は終わりです。実践編の簡単体操を実践して健康に長生きを楽しみましょう。